よう、マスター。わざわざお呼び立てしちまって、はい、すまねえな。実は妙案がひらめいたもんでな、もういても立ってもそぞろしくって。あれさ、バレンタインってやつだ。知ってるかい、マスター。バレンタイン。バレンって言っても半疑をゴシゴシこするあれじゃねえからな。なんでマスターも知らねえのかい。な、以前もちょいと口を滑らせたが、俺はとにかく恋バナっていうのが大の苦手で、そこへこのバレンタインシーズンの到来さ。もうそこへら中に漂う甘い香りやら艶話やらに取り囲まれて、どうにかなっちまいそうなんで、そこで俺は一気おば案じたっていうわけさ。そうさ、こいつは俺の一年に一度の大願だ。マスター、この通りさ、俺に中古を作っとくんだ。あ、さて、準備は万端、気合は十分。あとはマスターの仕事ぶりをばっごろっちろ。へへん、俺にけなげに菓子作りなんかさせてみあれ。どんな大惨事がほどばしって、あげくトト様にかか大将されるか知れたもんじゃねえ。そもそも猿やら乙女みてえなあからが浮かべて菓子作りなんざ思い巡らしただけで、もう無理だ。そう、身がむずがゆくなるわ、つねつわ出るわ、しゃっくりは止まらねえわ。そこでヒョコを作るのはマスター。ありがたく頂戴するのはこの俺さ。そこに何の手ぬぐいもあるしね。ぐるりと立場が逆転すれば、こそばゆさも消し飛ぶって寸法で。刻みさん、このチョコの塊を粉みじんに刻みまくるんでいい。厨房の赤い二頭のお兄さんも大鼓判、クーベルチュールチョコレートでい。とにかく均一に粒を揃えて刻んどくれな。もういい手つきじゃねえか、マスター。あれ、こっちのホワイトチョコの刻むからな。よーし、上等でい。お次はテンパリングでい。この下ごしらえが運命の分かれ道さ。頼むぜ、マスター。ここは湯煎と氷水の微妙な温度管理が肝心なんだい。いわく化け猫のたまも様がおっしゃることにゃ。高さ50と55度の胸付け八丁様さ、29と27のつま先下がり、そしてならすは31と32度のだんだらさが。こっちのホワイトはまた別の道行きとくら。うん、だってこんなに面倒なんだよ、おっかねえ。手行がいいね。おう、こりゃ上司だ。大した問題よ、大将軍。ついに仕上げだ。こいつが一番肝心さ。あとは型に注いで冷ますだけ。だってとんでもねえ。いいかい、マスター。耳の穴かっぽじって聞いてくれ。絵でも何でも仕上げが作品を左右するんだ。俺ちゃんと先人諸先輩方にリサーチしてきたのさ。すなわちその極意と愛情って、愛情を込めまくるんで。念仏でも信号でも何でも唱えて充電しとくれ。その心気さ、マスター。俺ちょいと添え物の細工をさせてもらうからな。
覗くな、マスター。見るなってば。冷め切るまで俺の部屋で待っといてくれ。ほら、完成だい。ほうほう、こいつは大したもんだ。マスターの多才ぶりには感服するね。うんうん、それじゃあ約束通り頂戴するよ。こいつでいいかい？なんだ？あ、胸が、あ、いや、腹がな、くっちくなっちゃって、かたじけねえが、ま、あれだ、あ、ほれ。あ、あまりちゃんに服がある、力は今一つっていうだろ。いかれば、残り物には服があるってな。あとな、マスターに禁定するからよ。寝るのに、横のに、コロッとあげるのに、好きにしてくんな、な。その眼差し、またかよ、こんちくしょうめ。そいつはあるで、シオ君の教えをこうたサーバント衆にもちゃんと言っちゃったな。事故はマスターにあるんじゃねえ。命場にこの俺が食っちまうためだってな。ましてやバレンタインとは一切合切無縁の無関係だからなって。そうするとだ、ねじゅんなぜやら生ぬるい今の子でこっちを見やがって。トト様とニマニマ一心伝心してあるんで。うわー、また落ち着かねえ。ご冗談マスター、そいつはとっとと井の府の奥に片付けてくんな。エイドコア、宵越しの千代子は持たねえんで。